無職の競馬 Vlog 9月14日もうでも気分は8月なんですけど、今週はね3日間会社なんで、クラシック最終戦に向けて前哨戦が始まりまして、そうです、予想の実践動画となります。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではどうぞ。初風ステークスですね。今回動画を上げさせていただきました。ちょっと人気のない馬からね行ったんですけど、それがこちらです。12番来ました、はい、クールムア来ました。この馬ずっと芝使ってたんですけどね。そうですね、今回調教がいいということで。そうですね、うん、クールムア来ました。そうですね、初戦が多分ダート使ってて、それでまあそうですね、まあ、右回りであれだったんですけど、そうです、最近ずっと芝を使ってたんですけど、そうなんです、ここで来て調教がいいですよね。はい、大体この先行馬の調教っていうのはやっぱり僕が来るイメージがすごいあるので。そうです、まあ今回ちょっと66倍、違います、155倍です。下からまあちょっとね結構買い人気になるので、でもこのメンバー構成でありハンデ戦であれば、頑張りましょう。菊沢ジョッキーですね、僕は結構買いたい穴ジョッキーなので、いっちゃいましょう、まあ、この馬から買ってすんなり勝っても面白いんじゃないかなと。そういうことで馬券を買い終えました。もう今ウィンズ行って買ってきました、はい、今日はね怒涛の予想動画を3本上げるという。そうですね、ローズステックスもスーパーハードセントライト記念もありますよ。まあね、ちょっと恥ずかしいですけど結構皆さんに見てもらえたので。そうですね、意外に好評をいただきました。褒めばが今最低人気という。そうなんですよ、まあ、結果的にはブービーですね、あのブービー人気のめちゃくちゃ先行有利の展開なので、スタート切れてないですけど。そうだったんですよ、前行った馬で決まりまくってたんで、面白そうだ、一戦勝つ本当に、多分2、3着来たら万馬券になる。本当ですよ、万馬券になる、10万ぐらいいけるね。ワイドも買ってるんでね、ワイド万馬券ですかね、ワイマンです。今ゆっくりと収まって、まあ、ということでクルムは買っちゃいました。スタートしましたね。まずは15番エコロガイア、好スタートを切っていますが出ないんすよ。かわして5番トーアイギス、先頭に変わって並んで15番エコロガイア。ここでねもう5番手以下になっちゃってて、緑の帽子ないですからね。かわして10番 KI アミラ、2馬身後方に16番のグリーン、6番手ですか。グルムアが上がっていっています。なんで調教いいのにスタート悪いんだよって思いましたね。ダート1200はやっぱ前行ったまでね展開があれするんで、これもね楽逃げさせちゃってるますからね。ここでね3コーナーでも手応えよく上がってくるんですよ。残り 400m 4コーナーカーブ、最後の直線に向いている。だって単勝155倍ですからね。ここでもう連帯あるかなと思ったんですが、ちょっとここからもうダメなんですよ。うわーと思って、完全にこれもうちょっと前3番手以内につけてたら全然馬券内だったじゃんって。ここ最後伸びてますからね、もう本当にもう4着ですよ。本当ですよ、ワイド万馬券にしたからね。いや本当予想動画、うん、惜しかったな。本当こんな険しい顔になりますよ。競馬 YouTube 史上あんな動画で一本レースやって最高人気本物の写真いますか。単勝155倍の、そうですね、10番人気ぐらいの気持ちで送ったら、YouTube で予想上げるとオッズが上がるというふうに聞いたんですけど、そうですね、下がると思ってなかった。まさか思った以上に嫌われたっていうね。いやマジでなんでもっと前行かないのって話なんですよ。本当ですよ、馬柱と新聞がこのJRA の良くないとこは、はい、
多分ジョッキーたちにやっぱ新聞の見方を見せてるんですよね。馬柱本当に見せ教えてやるよ。ジョッキーもな本当買うと来ないし買わないと来るっていうのがあるんで本当。まあねこれ穴ジョッキーの宿命ですからね。3着に来てたら9万ぐらいになってたんで、はい、本当ですよ。どっかで回収するんで本当。あな予想のまあプランとしては新しいですからね。あ来たグイグイグイスポッてグイ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 スポグイ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 本当寝れないですよスポ。今日の本ですね。はい、まあ1万円負けですよ女も。飲まなきゃやってらんねえよ女の。本当によ行かなければならないよ本当に。はい、ローズステークス来ました。まあね、こちらも予想動画上げさせていただきました。まあね、あとは穴ですね。まあ本命が高野 LB だなので、はい、来ました、5番から内枠ですね。買い目がちょっと多いんですけど、相手が1、2、3、4、10、100万馬券狙えるかもしれないってね、レガライラ強いと思うんですけどね。クイーンズウォークも、まあ、勝つならここなんじゃないかなと思うんですが、まあ、言った通りになりましたね。高野 LB だが、まあ、やっぱりねこのノーザンファームの馬が人気されてる中でこういう実績馬が人気鍵になってるんで、僕はちょっと勝つんじゃないかなと思ってこれ勝負したいかなと思っております。ということで、続いて月曜日のセントライト記念の予想も、まあね予想もあるんですけど本当に15頭収まりました。スタートでね行けばいいのにと思うんですけどね、あんま行かなくてここから下げちゃうんですよね。結局同枠の7番人気の馬がもっと前に行ってそのまま2着ですからね。いや強いとは思うんですけどね、ちょっとうちにこだわりすぎたというか、もそれやるんだったらもっと前で競馬してよーっていう話なんですけど、ここなんですよね。さっき同じ位置にいた高野ルビータがもう先にもう言われちゃって、やっぱ3番手らへんにいなければさあ伸びんわってなりますからね。あとやっぱり中京残りますよね。これはまあ大逃げ気味ですからね。これ関戸バイースト、まあ、ここでもまた穴を開けたという結果になりましたが、うん、ちょっとねもうこれレガライアはここで最高峰にいた時点でああと思いましたけどね、まあ、それでも4着ですからねすごいですよ。まあ多分右回り周回賞はいいでしょうね。いやすごいよな。やっぱ結局先行なんですよ。だから中段ぐらいだったからな、ポジションが伸びるんですけどね、やっぱうちは伸びないんですよ。セクトバイーストもちょっとねうちを開けてなんですけど、やっぱ外寄りに持ち出さないと伸びないし、うん、やっぱ足はこうなっちゃいますよね。いやーマジでまさか 2日連続似たような競馬で負けるとは。本当にもうちょっと先行しっかりしてくれよ。それはこんな顔になりますわ本当に。本当許せない。中止2日で2万も負けてんすよもう。もう許せないなこれマジで。ローズステークスも米は4着本当最悪ですよ本当ですよ。
いやローズステックスマジ自信あったのにな、やっぱ想定よりも全然後ろあったんで4番手ぐらいですもんね。ふざけんなって話ですよ。つけなきゃ結局同枠の同じ先行した馬に負けたんで。本当ですよ。まあしかも穴工場ついてましたからね。伸びないうちをついたんで、こっちすればよかったよマジで。許せなかったな。内着の先行なんてもう本当大前提なんだから、なんでやっぱりちゃんと逃げれないの、逃げるのが先行ですよ。あんなに決まんじゃないかなと思うんで、あんなお似合いになったってね、残るんですから。前行った馬が2頭残ってんですから、本当に。まあということで、ジアナアニバーサリーですね、こちらで。まあポイントが次走狙い目ポイントな、この馬ですね、左馬高いんですけど、まあ、ちょっとね横浜ジョッキーまあいるんで、まあちょっとピンパンの競馬敷くんじゃないかなと思って、この馬ちょっと行こうと思って、ダノンブレッド9番人気ですか、まあこの馬からちょっと穴人気馬に流しました。これね3番人気のヘニータイムズもスタートラック馬で、この時点で相手人気3頭に上がってんで、もう今もうこの時点でもう馬券がもう残り相手1点2点とその戦いになって、本当に許せない、許せないし、ノリ先生は後方ポツンポツンというか、まあさらに同枠の馬が後ろにいるんで、うん、いやちょっとねこれがあれなんですよね、やっぱ横山ジョッキーを買うとという、このねノリの候補ポツン。ただねでも最後左回りすごい伸びてくんでね、これはちょっと期待していいんじゃないかなと思うんですけど、風と一番人気の馬にカラウマが競り合ってますね。遅ればしてって、うん、もうねこの後方もうこの時点でもうないなと思ってましたけど、ただね差し競馬になるんですよね、前は止まるんで、大外に持ち出してね11ノリが来るんですよ、これほら来るんだけど11番いらないっていう、副賞でしたね、これはもう780円ですか、十分じゃないですか。マジ松山ラクバだし、タンのいらねえよマジ、本当に踏んだり蹴ったりですね、本当に3着来たのに、3着来たのに。はい、ということで中山のセントライト記念ですね、こちらも予想動画上げましたということで、予想動画からピックアップさせてもらって、はい、このバルツでございます。なんでまあ抜け出すのはこの馬なんじゃないかな。この時のね想定オッズよりも全然上がりましたね。エコ本命が人気4頭ですね。一応今想定がコスモキュランダースティンガーグラスアーバンシックそうました。まずスタンド前に出てきます。スーッと6番エコロワルツが今日も先頭取りに行きます。外から10番ヤマニアロボック、前の2頭3番で広がって、内からいやもう本当すごいですね。14番タモガイラリも外から上がっていきました。その後ろ先端に3番エコロレイズ、スタート固まって4番グランピース、5番サルエージバーグ、いやエコロバルツはちょっとね本当に、まあまあ理想的にはまあ逃げたなと思ったんですが、ここでね山人が出るんですよ、もうね番手につけちゃうんですよ。ですね。アバンシックスはよくなりましたね。強かったですよ。
まあ、この位置ですからね、パスも気なんだわ、ちょっと上げなきゃということで早めに足上げましたからね。いやね、ここで手応えよくエコロバレ先生いきますね。さすが岩田ジョッキーだなと、まあ、こういう競馬されたら意地でも抜かすっていうのはあるでしょうしね。パスマキランダね、いい感じでまくってくるんですけど、岩田挟まれんね、挟まれんすよ。わあすごいっすね。また意地でもかわせ、意地でもまた3着、また3着かわしましたね。これ意地を見せましたよ、本当ですよ、ね、誰もが馬柱見たらこうなるだろうと思う、こんな配当の馬券は、まあ、いらんですよ。ちょっと本当お金なくても3連単買えなかったです。3連単も4000円ですもんね。別に、まあ、別にす、こんな馬券が、こんな馬券なんていらねえよ、本当ですよ。破り捨てようかと思いました。でもそれはどうかと思うので、ちゃんと払い戻ししました。はい、3万円負けました、3日間で。はい、今週はここまででございます。ということで、まあ鬼門の3日間開催が終わっちゃいましたね。3万も負けました。本当許せないです。本当お金って大事なので、本当今週開催やらないといけないので、今週はもう絶対当ててやるので、マジで本当、ね、褒めたらやってください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本当開幕週とね、3日間開催が鬼門なんですよ、本当に。